グイちゃん、そんなとこ乗ったあかんやんか。ほら、降りなさい。あ、ちゃうわ。グイさん、また食べてんの、あんた。ほんま、もうお腹壊すで。行ってくるからな。バイバイ。食うの必死やな。スーツケースに住んで、今なら暗闇が心まで、もう何も傷つかなくていい、忘れんじゃ。ラッキーナンバーは9と出ております。12月生まれの方、夏らしいイグサの座布団の上に座ってみると、人間運が高まって、自然とあなたの周りに人が集まってきそうですよ。ラッキーナンバーは2です。リュウシさんが占うラッキーアイテム占いでした。どうも皆さん。39歳、バツイチ独身、人生積んでる、なにわのヒムロックです。オス。さて、今回で1ヶ月ディスク生活も26。となりまして、残すところもうわずか、あとまあ4回ぐらいですかね、やろうと思っております。まあ、今のところプラス収支はなんとかギリギリってとこでやってるんですけれども、やっぱりね、5000枚は行きたい。うん。ですから、まあディスクアップですからね、最初の投資が一番重要ですよね。最初の投資がまあ500枚前後で玉作れて、まあ、そっから粘って2,000〜3,000枚いったら、おんの字という形ですけれども、本日も張り切って頑張っていきたいと思います。まあ、今回ラッキーナンバーがお聞きの通り2番っていうことで、座ったことないんですよね。あのグリーンパネルの横の台なんですけど、左から2番目なんですよね。いやー、まあでも浜村さんのね、占いはね、結構当たってるというか、展開しんどいことが多いんですけど、最終的にはプラスになったりしてるんで、まあラッキーナンバー2番を信じて、今日も着席したいと思います。それでは、最後まで、ぜひ、お付き合いのほど、お願いしまーす。行ってきまーす。この後は、仏像タイムでーす。はい。さあ、行くぞ。Oh!
and gentlemen。
お疲れ様でした。もう嫌になる言いますね、あの展開。朝言った通り、浜村さんのお告げはね、展開が辛いんですよね。だってね、1700枚ですよ。機械割り 103% の台ですよ。そんなんで朝一からノーボーナス1000とかね、平気で行くもんね。まだ1000ちょっとで当たってくれたからよかったけど、うわ、なんで今日こんな下振れ今日来んねんってね、思ってしまいましたけど、ほんと台壊そうかな思いましたけどね。まあ、なんとかね、まあ100枚ちょっとまたプラスっていうことですけどね。せやけどしんどいわ。ほんまディスクアップはね、すごい吸い込んですごい途端に出るっていうね、裏もんちゃうんかって思いますよね。皆さんどう思います？コメントでぜひ皆さんの、ご意見お考えを聞かせてください。もう自分はね、もう昔の裏もんですよね、ほんまに。まあ、今日は出たからよかったけど、あれ出えへん時もあるから。せやから、まあ投資がねまだ少なくて今日の展開やったら頑張りますけどね。せやけど、もうなんとか戻ってきたのに、またミスミスねえ、こう吸い込まれたらね、本当にもう思うツボじゃないですか。まあ仮にね、設定が5、6の可能性が高いっていうのであればね、まだ頑張れますけども、まあ設定は1、2、おそらく1でしょう。まだサンプルが少ないんで。おそらく1で、しかも連休、4連休の初日っていうことですから、まあ、どう考えても、カモネギ警報はもう大外れというわけですから、まあ、この辺で終わっときたいと思います。何はともあれね、負けないことがまず一番大事なんで、まあ、ぬるい立ち回りかもしれないけども、もっとね、9000回回せっていう人もね、もちろんいると思うんすけど、まあ、帰って動画作ったり、予定やったりすると、そんなわけにもいかないんで、今日もこれで帰りたいと思います。はい、残すところあと、なんか4回ぐらいかな。4回ぐらいですね。最後まで、プラス5000枚を目標に頑張っていきたいんで、もう少しお付き合いのほどいただければと思います。それではまたお会いしましょう。いつもありがとうございます。概要欄にある各リンク登録お願いします。それではまたさよなら。ガラガラ社長、ワイドいらっしゃいませ。お元気ですか？はい、今日ね、ええネタありますよ。ハマチにタイにね、モンゴー、え、ズリでーズリ久しぶり。え？ 20 兆あははは、足を気詰めてね。あざすなー。どうぞせー。ワイドおきにー。はよー。よろしくお願いします。ありがとうございました。